大変お待たせいたしました。ただいまより株式会社有新正規2024年3月期第2四半期決算説明会を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。本日のスピーカーをご紹介いたします。代表取締役社長小谷隆代でございます。よろしくお願いします。取締役副社長小田光太でございます。 よろししくお願いします取締役福井正人でございますよろしくお願いいたします本日の進行につきましてはまず小谷よりプレゼンテーション資料に沿ってご説明いたしますその後 Zoom ウェビナーの Q&A 機能を利用し皆様のご質問をお受けいたしますそれでは小谷社長よろしくお願いいたしますおはようございます 私よりあのスクリーン共有しております決算説明会資料に沿ってご説明申し上げます。まず2ページにはですね、本日の発表のポイントをまとめております。私からは3ページから、えー、スライドを使ってご説明いたします。まず2024年3月,3月期、上期実績にと通期予想についてでございます。第2次半期 紙機ですね売上高99億7500万円、売上総利益41億1300万円、営業利益6億9300万円、平常利益8億4000万円、親会社株主に帰属する当期純利益5億3900万円でございました。通期の予想に関しては変更せずに、えー 表記の通りとしております。まず、紙機について、それぞれ売上高と営業利益に関して少しご説明申し上げます。まず、売上高は前期比3.7%減でございました。その内訳は、ロボットに関しましては前期比2.7%減。こちらは中国の市況の減速が大きく響いております。はい、欧州につきましては、 スウェーデンのウェモ社の M&A を行いまして、そのウェモ社の売上が追加されている形となります。特注機は前パー23.3%減。特注機に関しましては、私ども大口の案件もございまして、そちらが紙期の売上案件が少なかったということがマイナス要因となっております。 それから為替の円安へのシフトはプラスに働いております。営業利益につきましては前費、全期比35.7%減でございました。売上高の減少、それから原材料費の高騰、その中でも人材投資を積極的に行うという方針のもとで人件費の増加がマイナスの要因として働きました。えー、ここ数年、 あの非常にマイナスのインパクトを与えていました海上輸送費運賃に関しましては高騰の緩和がなされまして前期比で見ますとプラスという影響でございました2024年3月期の通期の予想に関してです売上高は2.8%増の230億円を予想しておりますロボットに関しましては前期比 6%減。こちらはですね、世界中のグローバルでの設備投資の不透明感というのを見込んでおります。先ほど申しました通り、欧州におきましては、メモ社の売上が追加されます。特注機は、前期比24.8%増でございます。を予想しております。このメディカル関連の大口特注機がし、 上期は少なかったんですけれども、下期に売り上げが集中するということが大きな影響を与えております。また、えー、全体的にですね、各地域において自動化需要の継続ということで、特注機の販売増を見込んでおります。営業利益につきましては、全期比9.1%減を予想しております。現在、量費の高騰、えー、先ほど の繰り返しになりますけれども、人材投資、えー、こういった点がマイナスの要因となっております。それから売上増に伴う増益というのはプラスの要因として見込んでおります。では次の5ページへお願いします。品目別の売上高はこちらの図をご覧にいただく内容のとおりでございます。まず、ロボットの販売が2000、えー、半期ごとで見ますと、 減少しております特に、えー、後ほど出てきますけれども中国日本での減少が、えー、響いております。特注期に関しましては、えー、減少しておりますがこちらは先ほど申しました理由で大型の案件の売上げが下期に集中しているということで、えー、予想として書いております2024年3月期にはそれが含まれるということでこの9月の上期は、えー、ピンクの。 国中期のところが減少した状態でございます。次一ページお願いします。地域別の売上高についてです。え、二千二十三年三月の下期と二千二十三年九月の上期を見ていただきますと。日本の減少、それから中国の減少というのが、えー、響いて大きくございます。 欧州につきましては、この下期の予想で大きく増加する予想を入れておりまして、こちらは、えー、繰り返しになりますが、メディカル向けの大型の特注期案件、それからウェモ社がスウェーデンが本社ということで、えー、その分の追加というのがこの欧州の中に含まれております。次は業種別の売上高です。特徴的ですのは、 の緑のやはりこのメディカルの部分がこの上期減って下期大きくなるということでこ,こちらは大口案件の影響でございますモビリティやエレクトロニクス分野については力強い復調というのは見られておりません業種別売上高の構成はこのようになっておりましてモビリティが31%で一番大きい当社の売上高の中のシェアとなっております次がエレクトロニクスその次がメディカルと いいうことでございます1ページは設備投資原価償却費研究開発費についてです。2023年3月期につきましては、この水色の部分はショールームの建設をしたことから増えておりました。今期の2024年3月期の予想につきましては、旧本社であった伏見工場。 という場所の改築をしておりまして、その分で設備投資額が増加している状況です。それでは、中期経営目標についてご説明申し上げます。中期の経営目標として300億円を上げておりますけれども、従前から説明しておりますとおり、4つのポイントに絞ってあらゆる施策を打っております。それぞれについてご説明申し上げます。 商品力の強化に関しましては、この時代の、えー、ニーズということも受けまして、環境配慮がったロボットの展開というのを、えー、しておりまして、こちらの、えー、販売に注力をしております。2つ目のグローバル競争力の強化につきましては、えー、今回はですね、えー、このスウェーデンのウェモ社を の株式を100%取得できたということが当社のグローバル競争力の強化においては非常に大きくなっておりますの写真で下に紹介しておりますのは先月ドイツでありました展示会ですけれども有心グループというロゴとウェモ社のロゴを合わせまして欧州のお客様に有心グループとウェモが一つのグループになったということを ししましてお客様からも、えー、アジア北米に強い有進世紀とヨーロッパに強いウェモと統合ということで前向きに受け止めていただきました。えー、戦略の3番目はこの人材育成に関してですけれども。 本日あの、担当役員の、えー、副社長、小田が、えー、参加しておりますので、小田より説明させていただきますそれでは、えー、次世代を切り開く人材育成についてご説明をいたします。えー、当社の人的損継の特徴ではありますけれども、えー、まず、思いに届くというコンセプトのもと、えー、会社のブランド、人材育成ポリシーを定めております。でコーポレートアイ,ディアイデンティティ活動として、この浸透活動を、えー、グループ挙げて取り組んでおります。 併せまして、多様な人材を確保した上えで、仕事のやりがい、働きやすさの向上に向けた環境づくりというところを進めております。で、社員のチャレンジを積極的に応援するという観点から、創造性主体性を持った人材を養うイノベーションプロジェクト活動提案制度というのも近年進めております。また、成長のステージに応じて、教育制度、体系を充実化するということにも取り組んでおります。 また女性の積極活用ということで女性管理職割合業界平均は3.6%でございますけれども当社4.7%ということでこちらについても取り組みを進めてまいります、はいえー、次のページ戦略4新規事業の開拓ということでこちらも今数年来今取り組んでおりますパレタイジングロボットについてです昨年年に比べまして今年は えー、2倍程度の、えー、売上を目指そううといの中でですね、えー、お客様の、えー、お声を、えー、お聞きして天井が高くないお客様のに、えー、工場でも使っていただける、えー、パレタイジングロボットということでこの右下に書いております低前行タイプのパレタイジングロボットというのをこの8月に発表しております。 えー、こちらはですね、低天井下でも、えー、活躍できるということで、また、えー、高過半、高スピードということを特徴としております。では、次のページにいします。サステナビリティに関してです、あの近年、当社、力を入れて取り組んでおります、えー、ここに書いております5つのマテリアリティというのを2023年2月に制定いたしました。 まず,まず事業を通じた社会課題の解決ということで、労働安全性の強化、お客様向上の生産性向上、気候変動への対応、えー、3つを挙げております。また、有心グループの持続的成長に向けた経営基盤の強化ということで、人的資本の強化、コーポレートガバナンスの強化ということで、えー、特にこの人的資本の強化については、えー、非常に力を入れて、えー、取り組んでおります。 最後のページですけれども、16ページ、株主還元策についてでございます。えー、従来から方針としては同じでございまして、安定的、継続的な株主還元を実現するため、配当成功は30%以上を目標というふうにおいて、方針を置いております。今年はですね、上期10円、下期10円の20円の配当の予定でございます。 以上が説明になりますけれども、えっと、2ページにちょっと戻っていただきまして。はい、そうですね、えー。一番下に2つ書いておりますけれども、ちょうど今月11月に、えー、と1つは IPFJAPAN2023 ということで、幕張メッセでやっております。えー、この IPF は3年ごとの当社の業界で一番大きな賞なんですけれども、前回3年前が、えー ウェブで開催されたということで、6年ぶりの、えー、リアル対面での、えー、出展ということで、当社も力を入れて展示する予定でございます。また、同じ期間になるんですけれども、東京ビッグサイトでロボット展というところに当社の PA も、えー、展示をして、パレタイジングロボットも展,展示しております。もし皆様の中でお時間の、えー、都合のつく方がいらっしゃいましたら、<laughs> ぜひお立ち寄りいただけたら幸いに思います。本日は、あの、説明会にお時間を取っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。それではこれよりは質疑応答に移らせていただきます。では一つ目のご質問まいります。単身の特注機の受注が大幅に増えていますが、これは下期に集中的に売り上げ計上するのでしょうか また特注機の向け先は欧州が中心なのでしょうかというものです。よろしくお願いいたします。はい、えー、お答えします。あの下期に集中いたしますが、受注しているものの中には来期以降の売上というものも含まれておりますが、多くは下期に、えー、売り上げるもの。 がごあの多いといいいいとううふうにごご理解いただいて大丈夫でございますまた、無欠はですね、えー、ヨーロッパの、えー、これまでもお話をしています、大口の、えー、案件、お客様ということでございます。えー、っとただですね、えー、もちろんそれがほとんどの,こうあのメインの,あの要素なんですけれども、特注機自体はグローバル各国すべて地域において、えー 需要が増えておりますので、もちろん国内も含めてですね、そういった各国における特注期の積み増しというのも含まれております。で、えー、と案件の大きさが少し小さくなりますと、半年ぐらいで受注してから売り上げますので、えー、そういったものも、えー、入っているという形でございますす、はい、ありがとうごございいまででは続いてのご質問です。 北米エリアの売り上げが大きく落ち込んでいないようにお見分けしますが、どのような需要がありましたでしょうかというものです。お願いいたします。はい、えー。北米エリアに関しましては、えー、これもですね、特注機、えー、自動機ですね、の、えー、受注が堅調であるということが大きな落ち込みを生まずに、えー 今維持していいいるという大きな要因でございますロボットの台数だけで見ますと、えー、過去の出荷台数に比べてあの少ないという状況が去年も今年も続いているという状況ですあの。やはり米国での人件費の高騰ということから、現場の自動化の需要というのが非常に強いということを体感しております、はい、ありがとうございます。 それでは続いてのご質問です。中国市場での需要については、今週末期や来期に向けて、どのような展望を持たれていますかまた機種ごとに 需要の増減に何かしらと特徴的な動きはありますかというものです。お願いいたします。はい、えー。中国の景気需要ですね、こちらは非常に不透明というのがあの正直なところでございます。昨年後半あ、特に6月のロックダウン以降ですね、低迷してからずっと低迷した状態が続いております。ですので、ちょっとどのくらいに。 えー、回復してく,れくるのかというのは、ちょっと申し上げにくいというか、私どもも分からないというのが本当のところでございます。あのもちろんですねあの、少し案件が入ってきたりということも、あまりにも話がくなるかなと思うことも。 あったりももすするんですけれどもちょっと長期的なトレンドとして確信を持って、えー、変わってきているというふうに思える状況では全くないというのが現在の状況でございます。それからです、ね、機種ごとに何かこう特徴的な動きがありますかということなんですけれども中国ではです、ね、当社は中国市場向けに、えー、開発したロボットを販売するというこれが主なあの販売の。 内容でございまして、その中身には特に大きな変化はございません。あの、まあ、もちろん、少し自動化をロボットの後工程を自動化したいというような話も。 あの長期的なトレンドとしては出てくると思うんですけれども足元そこが非常に力強いというよりは設備投資を控えられているという中でまロボット自体もあのそれなりの単価はしますけれどもさらにもっと高額になるその自動機をえどんどん入れていかれるというような動きが見られるということは今足元ではございませんのでえ従来と同じような商品構成で少し低迷した状態で今続いているというのが特徴に なります。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に参ります。 PBR1 倍割れの状況に対して、具体的に検討されている対策について教えてくださいというものです。お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。この PBR1 倍割れについてはですね、本当に当社としてもあの気にしているところで、なんとか改善したいと思っているんですけれども、あの一番の根本的な私どもが、えー やりたいと思っていることはですね。この業績を上げていくというあのことでございます。当社の業界は必ずこう設備投資のあの谷と大和がございまして、現在谷だと思っております。で、この谷の状況で、あのもちろん前年前期比で落としてはあの利益も落としてるんです。けれども、ここまで踏ん張ってるというような見方も。 できるかなと思いつつ頑張ってるんですけれども、そうやって売り上げ利益ともに上げていくということを一番に考えております。ありがとうございます。はい、それでは続いてのご質問に参ります。ほぼ減価償却の範囲内での設備投資のため、毎年現金が貯まる一方ですが。 株主還元の強化について検討状況を教えてくださいというものです。お願いいたします。はい。えっとですね、現金はですね、あの今後積極的に、えー、事業を伸ばしていくという中でですね、あの使うタイミングがあのいろいろとありますので、えー、今の状況でこう非常に多いというふうにはあの今後の戦争を考えますと考えて。 おりません。株主様への還元策としましては、この配当成功三十パーセント以上を必ず維持するということで業績を伸ばしてこの配当成功を守って還元していきたいというふうにしております。ありがとうございます。それでは続いてのご質問参ります。日本の売上が低下していますが見通しはどうでしょうか。日本でも 少人化投資ニーズが増えていると思うのですが手応えはいかがでしょうかというものです。お願いいいたしますはいえー、見通しについてはこちらも本当にちょっと日本は不透明というところがございます。えっと、私どもが一つこう将来の予測の指標としているものの一つにプラスチックの射精ケ器の当社のロボットがこう設置されるその 設置する対象の機械なんですけれどもそちらの出荷台数というのがこれは業界で発表されてましてモニタリングしているんですけれどもこれが非常に低迷というかそこ,そこの状態を維持しているということでですねこちらが上がってきますと23ヶ月遅れで当社の売り上げも上がってくるんですけれども上がってくる兆しが現在は見えていないというのが。 状況でございますまたこの精進化のニーズに関しましてはあの人件費の高騰の中でお客様の中では自動化をしたいという要望はあの着実に増えてきていますけれどもやはり設備投資意欲といいますか、えー、余力といいますかお客様側の、えー、事業の状況によって切られるお客様とあのちょっと今年はまだっていう形で。 推してておりりりままますすすありがとうごございます続い続のご質問に参りますかねて最上位機種での IoT 機能搭載や保守対応などで社内的な AI 活用をされていますけれどもそういった IoT 機能や AI 活用についてどのように成果を認識されていますかまたさらなる IoT 機能の開発や 生成 AI 導入など新たな取り組みもされていますかというものです。お願いいたします。はい、あの IoT 機能最小機種にあの搭載しておりまして、こちらはですね現在の状況は、えー、購入していただいたお客様においてまあ、活用していただいているんですけれどもその中で 当社が初めて出した IoT 機能ですので、えー、こんな改善をしてほしいとか、こういうふうにしてくだくれたらもっと使えるといったような声を、あのー、集めておりまして、えー、またこの IoT 機能を進化させて、えー、出していきたいというふうに思っております。それからせ生成 AI 導入等ですね、あのこちらもですね、えーと、まず AI 活用に関してはあの以前、 からあの以前お話しさせていただきましたとおりあのずっといろいろな、えー、部署で,です、ねえー、活用が可能と考える案件に対して使っているといった状態ですけれどもあの生成 AI に関しましてもあの使い、えー、な何らかの効率化に利用できる業務はないかということで、えー、今年少し、えー、検証に取り組んでいきたいと思っている状況でございます。 はい、ありがとうございます。続いてのご質問に参ります。現在の予測では 125USDJPY を使用しています。これは円安以降、通期業績が改善する可能性があることを期待できるでしょうか普段製品販売は円または米ドルで販売していますかというものです。お願いいたします。 為替、えっと、のお話でございますけれども、あの基本、えー、この下期におきましては、まだあの円安、今の傾向で動くんじゃないかなと、まずは思っております。その結果ですけれども、上期でも実は為替の益ということで、売り上げの上増しが実現されました。当然ながらそういった意味では、下期、やはり売り上げの、えー、増の分が為替による影響が出てくると。 いうようよには期待しておりますただ全体の売り上げに対しましては、やはり、えー、と冒頭、小谷の方から申し上げました通おり、なかなかあの、えー、通常の、うん、取り出しロボット系がですね、なかなかあの台数が、数が上がってこないということもありまして、その分がまあプラスマイナスいくかなというように予測しております。 えー、それと、えー、販売価格の、えー、通貨体系のお話でございますけれども、えー、当社は両立,両立円建ての取引もございますし、米ドル建ての取引も両方で行っております。はいよろしいでしょうか。 いつ頃完了し、いつ頃からどういった効果を見込まれていますかというものです。お願いいたします。はい。じゃあ、えー、このご質問は私の方からご説明をさせていただきます。えー、旧本社工場現在あの修繕また改築を進めております。であのこの目的はですねあのまあ中期経営目標を実現するためにまあ最適な製造でありますとか物流機能廃止ということを実現するために。 え取り組んでいることとあとはあの老朽化が進んでいる部分もありますのでその修繕工事を行っております。でこれはですねあの複数年にわたって取り組んでいく必要がありますので現時点においていつまでに完了するかということは明言はあの難しいんですけどもまずは来年度おにまず当面目標とするまあ、その製造物物理の機能配置が実現できるようなえま工場投資を行っていきたいというところであります。 少しだけ補足させていただきますと、これは改築が終了したらそ,っちそこを使い始めるということではなくてです、ね、現在も使っております。現在も使っているんですけれども、一部使いにくいだとか、あるいはこれから長く使うために必要なメンテナンスだとか、そういったことを工場改築というふうに呼んでおります。ありがとうございます。 ご質問がこれ以上でないようでしたら、こちらを持ちまして、そろそろ質疑応答を終了させていただこうかと思います。それでは質疑応答をこちらで終了いたします。以上をもちまして、株式会社有新正紀2024年3月期第2四半期決算説明会を終了いたします。皆様たくさんのご質問ありがとうございました。 本日はご視聴賜りまして、誠にありがとうございました。